新面順部は、日本の柔道家、レスリング選手。文献によっては、新面伊助とも。古流充実を経て、行動館に学び、鹿児島県や島根県を中心に、後進の柔道指導を行ったほか、自身も戦前の全日本選手権等で活躍。アムステルダム五輪には、レスリングの日本代表として出場した。福岡県福岡市出身。総水、出流の家元である、 福岡市の赤流館で古竜柔術を学び、中学生時代に17歳で上京して1907年5月付で高道館に入門。高道館の名物男で神田の近城中学校に通う徳三方二段の推薦で1908年に同校の4年生に編入学し、1910年4月に二代くらいを取得した。徳は新年の入学と同時に、 近所中学を卒業して、柔道教師を任せられ、2歳しか違わない徳と、新面は柔道部の指定でありながら、友人でもあり、新面はついに、徳先生とは呼べずに、徳さんで通し、また徳も、徳段期にかけなかったという。明治末期といえば2段くらいでも、警察や学校の柔道教師が立派に務まった時代で、新面自身も日本橋に道場を開設したほか、 孫文が起こした品革命軍主管学校の柔道教官も務めた。1911年10月に三段となった新面は、同郷の出身で、同じ神田の中学校に通い、同時に三段に商談した東京中学の藤、笠郎を強引に、近所中学の五年生に編入させて柔道部を補強。新面は後に、師範に天下の大器、徳見法をいただき、生徒に、 富士三段と自分が控え、天下無敵の二式中央門時代を築いたと、十回している。この頃には、近隣の日本大、明治大、中央大の柔道部員が、身長161センチメートル、体重57キログラムと、小柄な新面にまるで歯が立たず、界隈では芝叩く間に評判になった。その後、徳の行動感波紋及び東京追放に伴い、新面は、 入れ替わりで、近所中学校の柔道教師に着任し、同時に大成中学でも柔道を指導した。1915年に、明治大学法学部を卒業。同年5月に四難に列せられてから、鹿児島県へ赴任し、鹿児島第七高校蔵資官の助教授、県立か治き中学校、第二本部特会鹿児島支部教師、私立商業学校、鹿児島市販学校、 県巡査教習所を掛け持ちで指導にあたり、鹿児島県での柔道振興に尽力した。1919年11月に五段に商談し、翌1920年5月には柔道教師の称号を排除。1922年に鹿児島第七高校増士官を辞して1926年から米国で2年、その後欧州各国を1年間準有し、柔道化新面として、 柔道の普及活動を行い、この間には自身もレスリングの研究に打ち込んで1928年のアムステルダム五輪には日本代表として出場した。結果はフリースタイルライト級1回戦敗退。1928年2月に六段となり、1930年に島根県松江市へ移ってからは旧姓松江高校教授。 松江憲兵隊や大日本部特会島根支部で柔道教師を務めた。その後1934年より1949年まで島根県柔道有段社会の会長49年から1952年までの3年間は新組織となったばかりの中国柔道連盟にて会長職や全日本柔道連盟の理事、評議員を歴任し中国地方の重鎮として名を馳せた。 順当に商談を重ね、1936年2月7段、戦後間もない1946年5月に8段、1958年11月には9段くらいを授与。若い頃に支持した三船急造と徳美法、生涯の死と青木柔道一筋に生き抜いた新面は、1967年にその生涯を閉じている。 前述の通り身長161センチメートルの小袋ながら内股や体落ち、大外刈り、膝車のほか、芸術と言われたえ投げと寝てからの締め技を得意とした。え投げについては相手の後方へ大きく深く踏み込み瞬時に投げ飛ばす新面独特の技術で教本では自分の体が地面についているのに相手が空中に丸くなっているようでは 本当のともえ投げではないと断言して、自身のともえ投げを、ところ転式え投げと称した。また、技をかけ、損じた時に、寝技へ移行することを考慮し、名人芸と絶賛された指名技、とりわけ総襟絞りを研究し磨き上げた。全国規模の大会がほとんどなかった時代であるが、1914年5月の武徳祭で、竹仙教授の福島聖三郎と試合を行い、 福島が羽越しをかけ損じて、両手をついたところを背後からの総襟絞りで破り、翌15年10月に、磯貝一七段引入部戦学生が、武徳会鹿児島支部大会へ遠征してきた時には、同校教授の田畑翔太郎五段と模範試合を行い、もえ投げで技を取ってそのまま、総襟絞りで一本に取っている。このか新面の四段に当時、合力で鳴らした。 体重約 130kg の大野明太郎を6段をともえ投げで宙に回せたり、行動観光白試合では1911年5月の天市品し,し戦や1915年5月の岡部、平太戦、1920年10月の明治神宮大会にて稲葉太郎と甲子合を演じた記録が残る。1934年11月の全日本選手権では、 専門青年後期の部に出場すると、決勝戦で、秋清都七段と接戦を演じて優劣つけがたく、引き分けの優勝を預かり扱いとなった。このように、体格差をものともしなかった新面は、1964年の東京五輪で、上長昭夫が、オランダの巨人アントンヘイシンクに敗れた時には、彼を任すには、ともえ投げと、総襟絞りしかないと強調していた。 また、1931年に、ドイツのレスリングジムで、柔道指導を行っていた、新面のもとへ、当チのボクサーが、道場破りに現れ、これを帰り討ちにした記録が行動館の間の機関し、昨今の8巻9号に掲載されている。時は10月28日、場所は、ハンブルクのスポーツクラブジャーマニアであった。新面の表現によれば、体格眼鏡。 体重210パウンドにして、鼻柱は砕け、耳は聞くだけのごとくという、いかにも百戦錬磨の風貌であったという。あまり気が進まずも同情性の手前この挑戦を受けた、新名はまず、足払いを仕掛け、ひるむ相手の後腕をつかみ上げ、これにはボクサーもたまらず、悲鳴を上げながら逃げ去った。この滑稽なありさまに、周囲一同笑いに包まれたという。懲りずに、 ボクサーが再び現れた際には、自身の頭を漆喰壁に4、5回打ち付けた上で、柔道側頭部を常に鍛錬していると述べ、貴様の前頭部は、コッパ未人に打ち砕くことができると脅すと、ボクサーは敵対心を捨て終わりに、新面の指導に従ったという。ありがとうございます。